皆さんこんにちは。今回はですね、YouTube 動画についてお話をさせていただきます。私、YouTube 動画で今伝えたいことというタイトルでですね、主として、今の時事問題とか、生き方についてお話をさせていただいてます。これがですね、だいたい週に1本2本ぐらいの、率でですね、だから月に10本ぐらいになるかな、月に10本ぐらいで、なんと、これが4年を超えました。で、4年を超えるとですね、数えてみますと、YouTube の数が609、そうですね、1年間150ぐらいになるので、そんな感じですね。で、再生回数が20万を超えてます。まあ、600で20万ですから、だいたい、まあ、1つが、330回、ちょっと物足りないなと思うんですけども、まあ、登録していただいている方も500名を超えておりますし、私もぜひ伝えたいこととして、今このように録画をしております。ぜひお聞きいただきたいと思います。で、これまでですね、その609の中で、再生ランキングの多いものはですね、今私の手元にあるデータでは、1番がおねしょの女性、これいいですよ、これがトップですね。それからスタップ細胞はありますというこの件についてが2番目、だいたいこの辺が3000前後ですね。それから3番目がですね、ベテルギウスの爆発、これはまあ、太陽系に割と近い赤色巨星で、いつ爆発するかわからない、いつ爆発してもおかしくないという、まあ、非常にまあ危険な状況なんですけれども、それが、3番目で、あとですね、四肢欠損症の女性からの学び、両手両足のない女性の本当に素晴らしい生き方から、学んだことということで、これが4番目ですね。それからフェアトレードっていいことっていうタイトルのがありますけども、これフェアトレードってなんかいいことのように 思われてる方が多いんですけども、まあ悪いトレードよりはフェアトレードの方がいいんですけども、しかしフェアトレードだからいい、何でもいいんだということではない。だから環境というのはエコカーとかですね、まあ、いろんなエコという言葉でビジネスをしているように、フェアトレードもフェアという言葉でいい、必ずしもいいわけではないということで、ちょっとその実態を知っていただきたいということで、お話をしました。まあ、このようにですね、609の、テーマでこれまでお話してきましたけども、今後もですね、続けて重要な問題をお話ししたいと思います。ですので、またご希望のこと、環境でこういうことを聞くんだけど本当にこれいいんでしょうか、悪いんでしょうか、例えば合成洗剤と、自然の粉石鹸とどっちがいいのかとかですね、こういうことをぜひ、話を聞きたいということがありましたら、ご希望のテーマをお寄せください。それでは今後もよろしくお願いします。